皆さんこんにちは、こんばんは、ぐーたです。とうとうこの時期がまたやってきました。半年早いですねはい、ってことで、今回もやっていきたいと思います。上半期の、自身が購入したおすすめ、またはお気に入りランキングです。はいまあルールはもう以前と変わらないです。まあ、簡単に、ご説明しますと、2020年12月中旬ぐらいからですね、2023年6月中旬ぐらいですね、まあ、ちょっと前後はしてしまうと思うんですけれども、まあ、ぐらいの、集計ランキングです。で、対象は自身の購入していないもの、持っていないものっていうのは対象外で、新商品でないものも含みます。なので、まあ、僕が基本的に購入したものっていうのが、まあ、大前提に来るっていう感じですね。でランキングでランクインした商品は他のランキングで重複しないようにします。以前はね、重複してたこともあったんですけれども、基本は重複しないようにします。1位から3位までを基本ご紹介するんですけれども、まあ、一部なんか今回は商品が多かったりとか、まあ、なんか紹介したいものがたくさんあるみたいなパターンがある場合は、ちょっと5位とか6位とかちょっと多めにランキングを設けさせてもらってご紹介したいなと思っております。で、それぞれのランキングを合算して最後は1位から10位の最終ランキングを発表します。で、完全に独断と偏見のランキングなので、不快に思われた方は申し訳ございませんっていうところですね。まあ、ほぼほぼ前回と変わらない内容にはなっています。ではでは早速始めていきますか。自身が購入したおすすめお気に入りランキングスタートです。では第3位は、ごめんなさい、実はこちらです。飾ってないんですよね、保管してあります。もこもこフェイスマスコットですね。これ確か今年の1月ぐらいに撮ったものなんですけれども、泣いてるミッフィーの顔になります。めっちゃ可愛い、手のひらサイズ、だいたいこんな感じ、グーと同じぐらいかな。これを第3位とさせていただきました。めっちゃ可愛いね。はい、続いて第2位はこの子です。こちらもですね、今年の1月ぐらいにゲーセンのプライズで撮ったモコモコフェイスクッションだったかな。そうですね、モコモコフェイスクッションですね、になります。可愛いですね、ほんと顔だけスヤーってしてるやつ。これはソファーの上に置いてるので、もう毎日見るものですね。めっちゃ可愛いです。まあ、こちら第2位とさせていただきました。続いて第1位は、はい、今回はこちらになります。プライズ景品ぬいぐるみの第1位はこの雪の日ぬいぐるみですね。 SL サイズ雪の日ぬいぐるみです。本当はね、まあ、これもランキングに入れたいんですけど、これはまあチャーム系かなって思ってるので、まあ、今回はちょっとランキング対象外とさせていただきました。はい、こちらです。可愛いよね、めっちゃ。歴代のね SL サイズぬいぐるみと同じサイズなので、横並びにするとめっちゃ可愛い、はい、今回の1位はこんな感じでした。はい、続いては、ガチャガチャで撮ったものランキングですね。で、第3位から発表したいと思います。第3位は、まあ、実はこちらなんですよね。第3位はミッフィーのランタンライトです。はい、こちらスイッチを入れると光るタイプになってます。接触が悪くて光りませんひどいな、このうち。あ、ギリギリ光った。そう、接触が悪いのがねちょっと難点なんだよね。全6種ですね。可愛いです。で、ライトとしても使えるので、まあ便利さもありますし、やっぱね飾っておくにすごい映えるので、今回はこれを第3位にさせていただきました。と言ってもまだちょっとこれ飾れてないんですけどはい、まあ、ちょっと近いうちにまた飾りたいなと思っております。ではでは続いて第2位は、はい、実はこちらに保管しています。よいしょ。第2位はこちらです。ミッフィーのクリアラバーコレクションです。これね、完成度めちゃくちゃ高いんですよね。1回500円で、まあ、お高めなんですけども、
めちゃくちゃ可愛い交差なんですよ。しかもラバーなんで、まあ、汚れる心配もないですし、まあ、こういったねコルクよりは断然マシなので使い勝手もいいと思います。いや本当にミッフィーが可愛すぎるんだ。うん、こちらですね。ではでは続いて第1位は、はい、皆さん 100% もう絶対分かってると思うんですけど、今年はこちらですね。ガチャガチャ富士ホーローのミニチュアですね。ガチャです。いやこれ可愛すぎですよね本当に。うん、よくまあ食器系を、まあ、こんなミニチュアにしたなってすごく思いますね。しかもなんだろう、このシュールな感じがまた可愛いんですよね。何なんですかねこの可愛さ、本当にやばいですよね。本当語彙力がないんでやばいとしか言えないんですけどうん、僕は常に目に届くようにこのテーブルの上に置いといてます。今回はこちらが1位でした。もうこれ正直絶対1位です。今回迷いませんでした、不動ですねはい、ってことで、では続いてはぬいぐるみランキングをしていきたいと思います。でこちらもね、今年はねぬいぐるみ結構な数あったんですよね動画をご覧になっていただいている方は、まあね、十分にご存知だと思うんですけど、しかもこのね動画を見てる時点でももうねいっぱいあるっていうのがわかるからね。ってことで今回は5位ぐらいにしました。はい、ではではぬいぐるみランキングの第5位はこちらです。自立ミッフィーですはい、可愛いよね。これもね目の届く位置に置いといてます。めっちゃ可愛いから。これポージングができるんだよね、あの片手でやると難しい。こう手を広げたりもできますし、足を広げたりもできます。でさっきみたいに自立することもできたり、バンザーイとかすることもできたりして、こんな感じで遊ぶこともできます。そう、前にも動くしね。あの以前ミッフィースタイルの動画でご紹介した時もあったんですけど、めっちゃその店員さんのセンスが良くて、自立ミッフィーをすごい面白い飾り付け方してたんですよね。はい、という感じでございました。こちら第5位とさせていただきました。続いて第4位はこちらです。第4位はエトミッフィーです。これも最近出したばっかりの動画でご紹介したと思うんですけれども、こちらはですね本当は去年の12月ぐらいに発売されたものなんですよね。なんですけど自分がねちょっと買い逃して、まあ、オンラインショップで予約購入して6月最近届いたばっかりの新品ほやほやですねなので他の人のランキング、その多分他の人のミッフィー動画のランキングには絶対乗ってこないとは思うんですけど、僕はねちょっと買い逃していたのでこの子を入れることにしましたはい、ってことでこの子第4位とさせていただきました。でもこの子で第4位で、うん、毎度ながらランキングのレベル高い。はい、ってことで続いて第3位はこちらですね。いちごミッフィーちゃんです。これはね4月ぐらいかな、3月か、ミッフィー作家フェスタ池袋でやっていた時に発売されていたもの、多分3月ぐらいですねに発売されたものになります。いちごのキャンペーンのやつ、超可愛い。いちご持ってるミッフィーとか本当にやばくない？そう、これね動画でもお伝えしたんですけれども、本当に可愛すぎて頭おかしくなりそうでした。うん、そう、なんか手をね前に出して持ってる姿のマスコットって結構少ないので、うん、個人的にはめちゃくちゃおすすめです。これちなみに僕3個持ってるんですよね。無駄に買いました。これ含めて3個です。っていう感じですね。ってことで続いて第2位は、はい、今度は下に戻ります。こちらですね。ドレス&ブーケミッフィーですね。こちらももう本当に直前の動画でご紹介したぬいぐるみになりますね。めちゃくちゃ可愛いです。このブーケをね、両手で持ってるミッフィーちゃんです。で口元もね隠れてるからね、よりなんかちょっと可愛く見えるんだけど、すごい、あ、すごいね完成度高くてめちゃくちゃ好きです。でもこれ1位じゃないんですよね今年も上半期レベル高かったですね本当に。ではでは栄えある第1位はこちら、よいしょ、ぐるっと回ってこの子ですね。
ミッフィーザッカフェスタのウィンターミッフィーですね、桜色ケープミッフィーかなになります。ウィンターミッフィー本当に可愛い。これね、本当期間限定で1月から3月4月ぐらいまでのミッフィーザッカフェスタでしか販売されてなかった、本当限定のマスコットです。めちゃくちゃ人気で、当初は6000円から7000円ぐらいまで跳ね上がって、めちゃくちゃねプレミア価格みたいなのがついてたんですけど、今はだんだん落ち着いてきて、まあ、メルカリで4000、5000前後になったのかな。まあそれでも高いですけどね。この子無事にミッフィー雑貨フェスタで買えたのでめちゃくちゃ嬉しかったですね。今でも結構毎日眺めて癒されてます。これ本当にでも可愛いんだよな、なんか可愛すぎる。ちなみにね、このケープを外すと可愛いんですけど、それはまあミッフィー雑貨フェスタの動画見てもらえればと思います。はい、ではでは、今回1位はこの子でした。続いては、はい、続いてはソフビやテトラフィビッツ系のランキングになります。ではでは第3位は、この子ですね、泣いてるミッフィーちゃんです。泣いて、この子ですね、めっちゃ可愛いです。これでも正直いつ発売されたんだかわかんないんですよ。なんか気がついたら発売されてたって感じでして、まあ僕は5月ぐらいに買えたんですけど、もっと前から発売されてたような感じがするんですよね、はい。ちょっと購入時期遅かったんですけど、今回はこちらを第3位とさせていただきました。続いて第2位はこの手前側にある子ですね、チェリーミッフィーです。バンザーイってしてるやつ、もともと既存のバンザーイと同じ姿はしてるんですけど、このね服が違うんですよね、オリジナルバージョン。チェリーミッフィー、これミッフィー雑貨フェスタ限定のソフビなので、まあ、ぜひねミッフィー雑貨フェスタ行って買っていただけたらと思います。続いて栄えある第1位はスーッとこの子ですね、桜色ミッフィーって言えばいいのかな。そう、これ雪の日の桜色バージョンです。めっちゃ可愛いね。歴代の雪の日の色もここに載せてるんですけど、今回はミッフィー雑貨フェスタの新色でピンクが出ました。まあ、過去にもピンクは出てたんだけど、さらになんかもうちょっと淡いピンクなのかなになって登場されました。はい、っていう感じでした。第1位はこの子です。続いては便利かもと思ったランキングです。まあ以前にもやってる通りだね、なんかこの商品すごい便利だなって思ったものをランキング付けしました。ではでは第3位はこの子です。箱ミッフィーの箱ですね。こちらなんですけど、一応ちゃんとした椅子なんですよ、まあ、ちゃんとしたっていうのはおかしいか、一応椅子なんですけれども収納ボックスとしても使えるよっていう感じで、うわこんな感じになってます。はい、いろんなもの入れられるんで便利ですし、以前は僕はちょっと椅子がない時はこれを椅子代わりにして使っていたこともありました。動画にも多分してたかな、ちょっと忘れちゃったけど、はい、そんな感じでこちら第3位とさせていただきました。これインテリアにねすごくいいんで、何個かあってもいいかもね。続いて第2話はいこちらです、ミッフィーのお弁当箱です。これもね多分だいぶ前に発売された商品だと思うんですけれども、僕が仕事の関係でようやく出社することになった時に、まあ、弁当必要だなと思って弁当箱を買ったんですよね。それがこちらです。結構気に入ってて、まあ、何よりは小さいんですよ、入るのは小さいんですけど、でもなんかシンプルで可愛いからすごい気に入ってます。ってことでこちら第2位にさせていただきました。続いて第1位はまた箱に戻ってきましたよいしょ、こちらですね。こちらぬいぐるみが入れられるマルチケース、マルチポーチです。これ以前ね動画でもご紹介してるんですけど、この中にマスコットぬいぐるみ入れられるんですよ。こちらのような感じですね、入れられるのでめちゃくちゃ便利で、
でこれも何回か使いました。使ったんですけど、あまりにもファンシーになるので一旦はちょっと保管しておいてます。いずれどこかで使いたいなと思ってるんですけど、なんか服装がね、僕ちょっと黒系が多いのでなんか馴染まないんですよねで恥ずかしくなってきちゃってちょっと一旦やめたんですけど、いずれ絶対使いたいと思ってるので今一旦保管してるっていう感じです。女性はねめちゃくちゃいいと思う。オタ活、ミフィカツにすごくいい。ミフィカツだけじゃなくて本当オタ活何でも使えますので、どんなぬいぐるみでも使えますので、これはもうおすすめしたい商品ですね。確か2000円ぐらいだった気がします。はい、ではでは第1位はこちらでした。続いてはよくこんな商品作ったなものランキングです。はい、では第3位はこちらですはい、うさぎのねお椀とうさぎのお箸ですね。いやまあ一見高級感があるのに、これちゃんとしたミッフィーグッズっていう。これね結構使ってるんですよ僕、プライベートで。プライベートでっていうか私生活でって言えばいいのか。はい、めちゃくちゃお気に入りです。見た目高級感あるのにうさぎってこうよく見たらうって書いてあるんだ、めっちゃ可愛いはい、そんな感じです。こちら第3位とさせていただきました。続いて第2位はこちらです。トランクケース缶。はい、これミフィ雑貨フェスタで買ったトランクケース缶なんですけれども、まあ名前の通りでトランクに似せて作ってあるカンカンですね。後ろかわいい、うん、そんな感じです。そうだ、これ中身まだ食べてなかった。よいしょ、中ねアイシングクッキーが入ってるんですよ。すっかり忘れたな、この動画撮るまで完全に忘れてたこの動画で気づけてよかった。これ後で食べようかなはい、そんな感じです。中にはねメラニーかなと、あとスナッフィーもいた、あ、いた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 、スナッフィーですねがいます。めっちゃ可愛いねという感じの商品で1600円ぐらいだったかな。まあ値段はね、まあ、なかなかお高いんですけど、この缶が本当にめちゃくちゃ可愛いので僕はこれを第2位とさせていただきました。はい、ではでは第1位は、はい、先ほどご紹介したこの弁当箱の後ろですね、角型ストックポット。これ富士ホーローさんから出てるものになります。本当よくこんなもの作ったなって思うんですけど、先ほどもお見せしたようにミニチュアのバージョンも出てたと思うんですけど、うん、いろんな種類があるんですよね。よくあんなもの作ったなって感じがします。ちょっとお高いので僕はこれしか持ってないんですけど、まあいずれねなんか買い足せたらいいなって思ってます。でこれね、まあいろんなことに使えるんですけど、僕よく使ってるやり方は味噌入れてます。取っ手があるんで味噌を出し入れしやすかったりとか、まあ、そのままね味噌をねこの中に入れるっていうのもありなんだけど、味噌のパックごと入れちゃうのがね一番いいのかなって感じがしています。あとはぬか漬け、ぬか漬けじゃないか、漬物とかなんかそういった系とかすごく、あとは例えばこういったポテトサラダとかね、これ業務スーパーのポテトサラダなんですけれども、はい、今回はこちら第1位とさせていただきました。では続いてはどのランキングにも入れないけど入れたいものランキングです。まあ、実はねめちゃくちゃたくさんあるからね、本当は入れたいんですけど全然入れられてないので、はい、そういったのをピックアップして第5位までつけました。ではでは第5位はこちらです。お、なんか貼り付いてる、バスボールミッフィーです。バスボールミッフィーって言えばいいのかな、バスボールの中に入ってたミニチュアです。押すと光るやつ、これめっちゃ可愛いんだよね、うん、これ本当に最近の動画でご紹介したものなんですけども、なんかねあまりにも可愛すぎてランキングに入れようかどうか迷ってたんですよ。ただ入れられる場所がなくて、なので今回こちらのランキングに無理やりねじ込みました。これめっちゃ可愛い、本当にほらわかる、この小ささ、顔だけでこの小ささって本当に可愛いんですよね。あんまりこういう商品ないので、うん、個人的にはすごい好きですね。はい、ってことでこちら第5位です。続いて第4位ははい、こちらです。く
リスマスミッフィーとクリスマススターミッフィーですね。この2つになります。で、まあ、本当はね1つずつにランクインさせたかったんだけど、まあ、今回ランクインさせたかったものが多いっていうのと、まあ、大体この2つってワンセットのことが多いので、今回クリスマスミッフィーとクリスマススターミッフィーを第4位とさせていただきました。やっぱ見た目可愛いよね。まあ、この時期に終わってないけど、今6月下旬ですごく暑い時期だからクリスマスなんて真逆の時期だけど、可愛い。衣装はとても可愛い、はい、こちら第4位です。続いて第3位は、はい、こちらのマスコットですね。オーロラミッフィーになります。オーロラミッフィーは多分去年発売されたものなのかな、なので結構前だとは思うんですけれども、買ったの2月ぐらいだったかな、3月ぐらいだったかなになってしまったので、まあ、今回こちらをランクインとさせていただきました。もこもこで可愛い、しかも青と黄色を基調としてて、なんだろうねこの可愛さ、またなんか他のミッフィーとは別次元だよね。めっちゃ可愛い、なんかあの雪国の子みたいな感じなのかな。あとスカートもね可愛いんだよね。こんな感じでキラキラしてて星の刺繍が入ってて、全体的にバランスよくめっちゃ可愛いです。そう、なんか例えて言うならなんかスウェーデンに住むミッフィーみたいな、なんか例え悪いなはい、っていう感じですね。こちらが第3位でした。続いて第2位はこちらです。60周年記念のマグネットですね。マグネット系ってもう今あまり買わなくなってしまったので、どこにランキング入れようか迷ったんですけど、やっぱこの中にねじ込みました。こちらはですね、多分もう2年くらい前なんじゃ、いや違うか、今65周年過ぎてるからもう5年前かに出たマグネットだと思うんですね。でそれをメルカリには売ってなかったので、なんとか楽天市場かなって見つけて購入したものになります。まあ送料込みで1000円くらいかかっちゃうんですけど、いや全然いい、可愛いからっていう感じのマグネットです。ではでは最後第1話、はい、こちらですね。ミッフィー雑貨フェスタの缶バッジです。第1位とさせていただきました。全体的にねバランスのいい絵柄と色の感じでものすごく僕は気に入っています。で今回はねこのシークレット缶っていうのをまたいいなと思っていて、まあ、10回ぐらい回さないと出てこないような、まあ、なかなかちょっとお高めの缶バッジになってるんですけれども、これ僕メルカリで買っちゃいました、出なかったからっていう感じですね。はい、今回はこちらを第1位とさせていただきました。うわー、で今動画映しててちょっと後悔した、これランキングに入れるの忘れてたなってことで、これはもう次回ランキングに入れるの確定ですすっかり忘れてたよ、いややっちゃった。ということで、まあ以上でランキング終了とさせていただきます。さてブータが選ぶランキングはどんな形になるのでしょうかまあ大体皆さんもお察しの通りだとは思うんですけれども、はい、では発表していきたいと思います。第10位は、今回は第10位この箱にしました。シュールで可愛いし、座れるし、ストックできるしで、なんかいろいろねいいことづくめの便利な箱なので、インテリアにも使えるしね。ってことでこちら第10位とさせていただきました。続いて第9位は、はい、こちら桜色の雪の日ソフビですね。可愛い、何でも合う、はい、こちら第9位です。続いて第8位は、はい、 SL サイズ雪の日ミッフィーです。こうやって見るとでかいな、はい、こちら第8位とさせていただきました。続いて第7位は、はい、ミッフィーのお弁当箱です。これさっきも話したと思うんですけど、結構気に入ってるんですよね。シンプルだし、男が使ってもそこまで違和感がない、やっぱお顔だけっていいよね、めっちゃ可愛いから、はい、
こちら第7位とさせていただきました。続いて第6位は、第6位はいちごミッフィーです。あーかわいい、もう何度見てもかわいい。こちら第6位とさせていただきました。正直第6位でももったいないぐらい、もうちょっと第3位には本当入れたいけどね、他のいい商品もいっぱいあるからね、仕方ない。はい、続いて第5位はぬいぐるみが入るマルチポーチでーすね。これ入れると可愛いんだよ。ちょっと試しに入れますか。へいお待ち、めっちゃ可愛い。はい、こんな感じです。めっちゃなんか収まりがいい、色との相性もいいからね、余計に可愛い。はい、こちら第5位です。続いて第4位はこちらです。ドレス&ブーケミッフィーです。1位でもいいだろうっていうぐらいの貫禄なんだけど、今回は4位とさせていただきました。まあね、今回いい商品が多かったからね。いや、今回もか、ランキングつけるの毎回困っちゃう。今実はね、1位から10位をつけるのに1時間ぐらい考え込んでました。正直疲れたはい、ではでは上半期のね第3位を発表したいと思います。第3位は、まあ目の前に見えてますよね、富士放浪のミニチュアガチャです。なんか後ろ側に行っちゃったね。こちらが第3位です。まあ妥当っちゃ妥当だよね。まあ正直ね、難しかった。ガチャガチャだし、どこまで高い順位つけようかなって思ったんですけど、プレミア感みたいなのもあって、ね、動画で見てもらった方は分かるとは思うんですけど、本当に売ってなかったんですよ、このガチャガチャ。マジで売ってない。だからね、まあ、ちょっとそのプレミア感っていうのも加味して、今回は3位とさせていただきました。まあ、それ抜きでもね、めちゃくちゃ上位には来るんだけどね。かわいい。本当にかわいい。こちら第3位です。続いて、第2位は、こちら、ミッフィー雑貨フェストの缶バッジです。缶バッジね、なかなかね、全色集めるの、絶対お金かかるので、すごい大変なんですけど、全部揃えて缶ケースに入れた時のこの可愛さね、やばすぎるんですよ。一つ一つがもう、秀逸で。結構これ好きなんですよね。はい、こんな感じですね。第2位は、ミッフィー雑貨フェストの缶バッジでした。まあ1位と実は迷ったんですよね。迷ったけど、まあでも1位はもうこれかなっていうのは、まあ皆さんもお気づきでしょう。もう出てなければもうあれしかないと。っていう商品ですね。ではでは、今期上半期の栄えある第1位は、はい、桜色ケープミッフィー。まあ、通称ウィンターミッフィーですね。こちらが第1位でした。おめでとうございます。うん、もうね、どの角度から見ても可愛いんだ。本当にモコってしてるし、この足とかも可愛いよね。なんかモンってしてる、なんだろうこの感じ。ジェラピケを着てるミッフィー、たまらんよね。本当にたまらない。これはね、毎日毎日眺めてますっていう感じですね。第1位から第10位をお見せしましたが、飾り方下手くそか。まあ10位はちょっとあちらなので、ここには持ってこれなかったんですけれども、はい、ここにある1位から10位が今回のランキングになりました。いやー、お疲れ様でした。皆さんはどうですかね。なんか僕と会ってたりしますかね。これ1位じゃねえだろうとか、これ絶対違うだろうっていうお声は絶対あると思うんですけど、いや本当申し訳ないです。ご了承ください。うん、やっぱね、僕はどうしてもぬいぐるみ系がちょっと多くなりがちなのかなって感じます。毎回同じこと言ってますけど、しょうがないよね。ぬいぐるみ可愛いんだもん。ではでは、また半年後ですね。どんなグッズが増えるのか、お楽しみにしていただけると嬉しいです。では今回は
こんな形で締めたいと思います。いやめちゃくちゃ時間かかったね。なかなかご視聴いただきありがとうございました。ってことでまた年末ですねに出すランキング動画もお楽しみにしてください。よろしくお願いします。またねー。